心よりお詫びを申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。2019年9月に下宿先で自殺しているのが見つかった江差高等看護学院の男子学生。第三者委員会は男子学生について提出が1分遅れただけでリポートを受け取らず留年させたことや、実習で必要な範囲を超えて厳しい指導をしたことなど、3人の教師による4件のパワハラが自殺につながったと認定しました。これを受けて道は遺族に謝罪しました。亡くなった原因がパワハラにもあるっていうことが少しでも分かったのは良かったかなと思ってます。自分で亡くなる選択したのは先生方が追い詰めたせいだって思ってます。男子学生は今日が26歳の誕生日でした。看護師を目指す学生の未来が絶たれた重大な事態。3人の教師のうち2人は事実を認めているということです。道は今後退職した1人を除く教師2人の懲戒処分を検討します。